はい、君が弱い岩尾となりての、岩尾という名前の半馬岩先生です。半馬家の 本物の貴族ですね。父もじいさんも同じ名前で、使っていました。で、私はね、本当は、まあ地球で一番の金持ちなんですね。なんですけども、アマゾンさんとか、とか長者でね、1番とかビル・ゲイツとかですね、2番とかね、投資家あのね、ハンバーグが好きな、ハンバーグでね、食事間に合わすというすごい、3番目のね、億万長者ですね、いますけども、まあ、実際はね、私が一番億万長者なんですよ。パソコンの発明者では世界一なんですね。で、なぜね、現実こんな感じなのかということで、まあ、実際億万長者なんだけども、宇宙生物に人間よりか強い敵がいるんですよ、ね、それには対抗してまして、人間の1番2番とか億万長者はみんなね、それは降りてるんですね。だからその下になってるわけですね。私だから人間よりか強い宇宙生物がいまして、知能も進んでるんですけども、まあ相対ですね。で、私はそれに対してやっつけてやろうということで一生懸命対抗して生きてるわけです。ですからそれに対しての戦力が大変大きくなって、財産がもう相当多くの財産をね、仮想的に使っちゃってるわけですね。で、それと戦うから仕事は妨害してきますからね、世界一億万長者ですね。で、人間たちの場合はね、それは戦わないようにしてるんです。言いなりになって生きてるわけですから、そういうふうにして生きてるのが今のね、億万長者たちなわけです。だからその上のね、強い生物に勝てませんからね、まあいくら億万長者になってても、地球でね、長者番付に載ってますけれども、たくさんね、自由はないんですね。で、人間たちもそうなんですね。で、本物の貴族の私の場合は、それに対して、毎日戦争が起きております。上の人間よりか強い人間よりか、上の知能のね、生物と戦争をしております。毎日ね。そういう関係で私のところはしょっちゅう宇宙戦争が行われているということですね。それをよく知っていただきたいということ。で、また人間よりか、元は人間から生まれてますけども、人間の上の知能の生物で、前にも話したように地球と太陽が生まれる前に、スターゲートでできる石棺という生き返られる装置を発明していって、それで、宇宙戦争で殺され、石棺も破壊されて、生き返られる装置がなくなって、復帰できなくなって、今の太陽と地球を育てて、現在の人間が賢いというか動きやすいということで、生まれて、またね、子供として生まれてきて、一番進んだ生物からね、やり直し、地球の生物からね、生まれた生物で進んだものからやり直しということなんですね。そんなことで、本当は僕は世界一億万長者なんです、ね、で、本物の貴族ですけどね、もう毎日宇宙戦争が激しくて、で、宇宙生物が人間を壊して私の仕事を妨害するんですよ。それで、まあ人間は、まあまたもう、また人間、自分たちが勝てないからもう進んで、また私の仕事を妨害してくるわけですね。で、そんなことで、大変なんですね。でね、まあ仕事の方はね、今、試験投資で、バイナリーオプションをやってますけどね、
まだダメですね、本当になかなかかすれないですね。いつになったら終わるかということでね、稼げなかったらもう最悪なんですよね、私の場合はもう定性生活になるもんですけどね、定性生活になってしまうわけですよ。で、私は人間の上の生物だから年金が入ってませんからね、月3万ぐらいしかもらえませんからね、来年からもらおうとしたらね、総額だね、人間じゃないんで、上の生物なんで、人間が拒否して入れさせてもらえなかったんで、力ずくで入れた額が3万ぐらいなんでね、月もらえるんでね、来年からもらおうとしたらね、それもホームページに出しておいてありますけど、私もね、人間の妨害で入れられなかったんですよ。でね、まあそんなことで最低生活になりますからね、生きていくことはできるけども、仕事しなければ生きていけないわけですね。で、まあ長くもちょっと用意しておくと、まあ大体年金なくても平気なんですけれども、今底ついてますから、貯金がないわけですね、少ないわけですね、ですからバイナルオプションで稼がないといけないわけですね。まあそんなことで、私の場合は本当は世界一の億万長者、パソコンの発明者では世界一なんですね。だからビル・ゲイツ、マイクロソフトなんかも実際は僕の方が創業者ですね。ビル・ゲイツとあともう一人いますけどね、2人の創業者よりかは僕はその協力したんだね、けども人間に協力したんだけども人間じゃないんで入りませんけれども、創業者では一番ですね。他も無数にありますね。アマゾンさんもその一人かもしれませんね。